連中の兵隊さんから聞いたんだけど、辰彦さんの追った部隊が激戦地に送られたって、殲滅したっていう噂もあるって。辰彦の戦地での消息も知らぬまま、桜子は一人岡崎の山町へと帰っていきました。ところが山町では、桜子のいない間に金の妹種の一家が入り込んでいました。はい、種さんのことです。私の見たところ、店の金をちょろまかしてるとしか。まさか。野木山さん、ちょっと出てきますんで、よろしく頼みますよ。いってらっしゃいませ。はい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。あれ？どうしたの？あかんのです。おかしいなぁ。なんであかんだろう。あ、鍵の番号変えられちゃったんじゃないのか。ほうですわ。これは一大事だ。おかみさん、ちょっとよろしいでしょうか。今種とお茶を飲んどったのよ。あんたも飲む？いえ、おかみさんと二人きりで話したいことがあるんです。少し外していただけますか？お邪魔だったかしら。そうですね、そうですよね。ほいじゃ、私は。いいわね、種。あんたもここにおってちょうだい。あんたを前に話せんようなことがあるとは思えんわね。そうですか。ほいじゃ。実は帳簿についているお金の額と金庫の額が合っていないらしいんです。野木山さんが気がついて調べようとしたんですが、金庫の鍵の番号が変わっとって調べられませんでした。あんた、鍵の番号変えたのか？ええ、泥棒が横行しとるって聞いたもんだで、用心に越したことはないでしょう。おかみさん、調べていただけますか？じゃあ私が調べますよ。おかみさんに調べていただきたいんです。もしかして桜子さん、私を疑ってらっしゃるの？姉さん、失礼しますよ。姉さんに食べてもらおうと思って羊羹手に入れました。どうぞ。どうしたの？桜子さんが帳簿のお金と金庫の金額が合わないって言うんです。それで、それが私のせいだって。ああ、それですか。その金ですか。すいません、おかみさん。その金でしたら、私が桶の修理に使ったですわ。だいぶ古くなっとったのもあったもんですから、私の一存で。すいません、帳簿につけとくの忘れとったんですわ。まあいいわね、としおさん。誰でもうっかりってことがあるわ。桜子さん、あんたも野木山の言うこといちいち大ごとに取らんでいいからね。帳簿のことは種と年尾さんに任せてあるから、心配せんで。すいませんね、桜子さん、ご心配かけて。いえ。ほいじゃ、行ってきます。太郎の面倒よろしくお願いしますね。はい。太郎、いい子にしとるんだよ。はい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。今日こそは二の段をちゃんと覚えんとね。ここに書いてある問題を全部解いたらお姉ちゃんに言ってください。
っとるのが嫌ならお掃除しながら勉強しようか。そうだ、お掃除しよう。体動かしながら覚えると覚えやすいよ。掃除なんかやろ。ほら、この店の跡取りだもん。何言っとるの。この店の跡取りは辰彦さんだよ。おかみさんの息子さんだから太郎ちゃんのいとこ。今は戦争に行っとっておらんけど、その人がおらんくなったら俺が跡取りになるから。お母さんそう言っとった。跡取りに忖度させるな。この壺、父が大切にしとったもんだ。売ったらいくらぐらいになるかね。おお、この作りなら100円はくだらんじゃないか。これもみんな姉さんのものなんだ。いいね、総領娘は。だいたい姉さんはお父さんお母さんにエコ引きされとったんだよ。着物だってなんだっていつも姉さん真っ先にいいもん作ってもらって、私はそのお古しか着せてもらえなんだ。おいらが宗家の総領娘っちゅうのはそういうもんじゃないのか。私だって分かっとるよ。ほいでも悔しいじゃんか。ちょっと早く生まれたからって信頼丸ごと譲り受けて、私なんか店を潰しちゃうような干渉なしの亭主と一緒になって、あっ、苦労が多いわ。すいません。太郎ちゃん、こういうも値打ちもんだな。50円ぐらいにはな。見てみん、こっちのも相当なもんだわ。お出かけじゃなかったですか。早く用が済んだもんでね、それでちょっと何だの整理しとったのよ。それどうなさるおつもりですか。たまには日に当てんとね、カビ臭くなってしまうでしょう。それより太郎はどうしたの。ちゃんと見とってくれにはダメじゃない。こいつ俺に掃除なんかしろって言うんだ。誰逃げてきた。あ、お掃除を。勉強見てくれとは頼んだけど、掃除をさせろなんて言ってませんよ。私はどういうことだね、桜子さん。すいません。あ、ももちゃん、あ、手紙今ね受け取ったわ。辰彦さんが戦死したかもしれんって本当か。戦地帰りの兵隊さんが言うことだで、かなり確かだと思うの。でも桜ちゃんにこんなこと言えんでしょう。そうだね。ただおばさんには知っといてほしいと思って。もし万一桜ちゃんがよそからこのこと聞いたら傷つくと思うで。そん時はおばさん、桜ちゃんのこと助けてあげて。うん、分かっとる、分かっとるよ。ももちゃんも体に気ぃつけてね。ほいじゃね。辰彦君は戦死なされたのですか。まだしたわけじゃないの。この話誰にも絶対にせんでね、お願い。はい。コーヒー飲まれますか。あるのか、本物が。久しぶりにいいのが入りました。じゃあいただきます。いつかねこういう日が来るかもしれんって思っとったんだわ。おかみさん、お茶を入れしました。おかみさん。あ、桜子さん。なんだか疲れてね。肩が凝ってしょうがないんだわ。久しぶりに揉みましょうか。はあ、そうして
てくれる？お願いします。気持ちいい。凝っとりますね、ほんと。気が張っとったからでしょう。誰かさんが店を開けるから人手が足りなくてね。すみません、長い間留守にして。まあいいわね。姉さんとこはどう？お子さんたちは元気に育っとる？はい、おかげさまでなんとか。お姉さんもあんたがおって助かったでしょう。身内がそばにおってくれるだけで何かと心強いもんね。おかみさんもやっぱり種さんがおられると違いますか？まあね。さっき何度の前を通ったら種さんと敏夫さんが中におられたんです。間違いだったらすみません。なんだか家探しでもしとるような。こっそり売るんでしょ。あの人たちが何度からチートずつ何か持ち出しちゃ売っとるのは知っとりましたよ。姉さん、お金貸しての一言があの子は言えんのよ。見えっ張りだでね。私ら兄弟は昔から見栄の張り合い、意地の張り合い。桜子さん、あんたんとことは違うのよ。昔敏夫さんと結婚が決まってこの家を出ていた時はあの子はまあ鼻高々だった。味噌屋より呉服屋の方が華やかでいいってしきりに言っとった。それがね。許しとられるんですか？おい先短いのにたった一人の妹と喧嘩してもしょうがないもんね。おい先なんて言葉おかみさんには似合いませんよ。達彦、どこでどうしとるだろうね。帰ってきます。戦争はいつか終わります。達彦さんも帰ってきます。ほだね、ほだ。二人はまだ恐ろしい知らせが近づいていることを知りませんでした。